イケメン入りまーす。どうも、超絶イケメンです。ちょうどね、皆さん、連休いかがお過ごしでしょうか。この動画ね、連休前に撮ってるので、まあ、この動画を出す頃にはね、もう皆さん連休の真っ只中っていう感じでしょうね。はい。でね、僕の旅行の予定をね、皆さんにお伝えしようと思って、動画を回します。僕のね、旅行の予定は、九州ですね。九州。うん。まあ、なんでもね、過去前例がないような、超強力な台風14号がね、九州に向かってるっていうことでね。うん。まあ、ぜひね、行ってみたいと思って、うん。もう九州に旅行に行くってね、一発で消えましたね。で、まあ、やることは、まずサーフィン。うん。僕、サーファーなんで。知らなかったかもしれないけど、僕サーファーなんでね。はい。僕も知らなかったです。はい。で、サーフィンで、まあ、相当すごいね、波が来ると思うんですよね。だって過去前例のない暴風散ってるから、多分ね、超ビッグウェーブ。うん、トルネーブが来ると思うんで、もうその100年に一度の波に、ね、ぜひ乗ってみたいですね。あとは、潮干狩り。うん。海流の速いところで。うん。大人でもね、足を取られたら最後っていうところで潮干狩りをやりたいのと、あとはね、川で釣りですかね、釣り。うん。もう、靴底の、溝がすり減って、F1 のタイヤ見たくなった、靴を履いて、超急斜面の、うん、土手を降りていって、荷物をめちゃくちゃ持った状態で釣りをやります。はい。急にね、鉄砲水が来ても絶対に登れないような環境で、釣りをします。あと最後はね、タコ揚げですかね、タコ揚げ。うん。手すりとか柵のないビルの上でタコ揚げします。で、そのタコもね、ただのタコじゃなくて、超でけえタコ。忍者が、敵地を偵察するときにさ、乗るタコあんじゃん、でかい人が乗れるタコを、やります。で、ピアノ線で釣って、で、手首にね、ピアノ線をぐるぐる巻きに、肩結びして、やります。暴風の中ね。はい。取ろうと思っても取れない。うん。人間ごと飛ばされちゃうぐらいのタコですからね。はい。まあ、そのね、旅行で、そのサーフィン、潮干狩り、釣り、タコ揚げをやって、僕はね、帰らぬ人となってね、まあほんとまさにね、試練の旅、うん、試練の旅行となるでしょう。はい、ちょうどね、今僕が言ったこと冗談なんで、僕が言いたいのは、それをやるなって言ってるんだからね、俺。うん。台風の日に、海に行くな、川に行くな、ビルの屋上に上がるなって言ってますからね。はい、ちょうどね、イケメン帰ります。じゃあな。シュッ。